こんにちは。おふでちゃんこと書家の田坂邦夫です。これから皆様のお住まいの地名をかっこよく書くワンポイントお伝えいたします。では出雲の解説です。線対称に近い位置ですので中心が大切になってまいります。こちら上は2分の1ぐらい、また雲という字ですけれども、この四角の中に4点をきれいに並べてあげてください。また次の運というところですが、大げさに書くとちょっとこんな風に反らせてバランスをとっています。またここの無の部分ですけれども、こうしてしまうよりもそーっと真横に真横に来て、最後にちょっとだけ上がって折れ曲がる点っていう形を整える方がきれいにまとまります。また出るという字、今回は、どちらかというとこう上が、狭く下が広い形を取りましたが、反対に上をやや広めて書く書き方もあります。もちろんまっすぐという書き方もあります。ありがとうございました。また次回ご一緒に書きましょう。地名のリクエストもお待ちいたしております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。